はい、ありがとう整体の平野です。IT 時代のですね、肩こりということでお話ししてみたいと思います。まあ、当然、スマホパソコンで、ね、やるこの姿勢がね、こう、頭を起こして、落として、この肩を、ね、丸めて、ここにすごい力が入るというのはね、あるんですけども、まあそれももちろん あるんだけども、その姿勢の中で特にこの指ですね、細かい指の使い方、この指から入ってくる緊張が、まあ、腕を伝わって、喉肩を、非常に強く引っ張ってしまう、緊張させて しまっているということをふうに考えればですね、昔 その考え方の頭が下がっているから、ね、この首のあたり、肩の周りをこう緩めるというのも、大切かもしれないけども、大元であるこの腕の緊張をね、取ることがこの IT 時代のですね、まあ、肩こり、そして、他の問題もですね、に対して非常に大事だというふうに感じています。強く使ったり、重いものを持った時のこの腕の疲労とね、人類史上ですね、この進化の過程で初めてこんな細かいね、使い方をしている、その細かい緊張が、まあ、じわ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 入っている、もうスマホを使い始めて、パソコンを使い始めて、何年まで経っている、それが本当にこう蓄積されてしまっている感じがします。本当に多くの人に気づかないけども、この腕の緊張、非常に強い緊張が入っています。これはですね、揉んだり緩め、ストレッチをかけたりですね、温めたり電気を当てたり、そういったことではですね、抜けきらないですね。もう本当にある特殊なね、やり方をしていかないと、ダメだというふうに、ね、考えています。その特殊な、腕の整体がね、できる、まあ、唯一かどうかは分からないけども、数少ない、整体だと思っています。愛知県蒲郡市というところでやってますが、東京大阪もですね、出張してやっております。よろしくお願いいたします。